ようやく実は坂本を説得して前半戦からサード準備させていた頃の抹消をきっかけにコンバートを伝えた岡本の理想はレフト。岡本はレフト守備結構うまい、あとは秋広をファーストにしたいが、まだ守備力とスタミナがない門脇はショート。岡本レフトは、は？坂本もうずっとサードなんか？岡本ファーストレフト秋広じゃいかんのか。詳しくは動画見てくれ。秋広のレフト守備を相当よく思ってないくさい。原ちゃんと見てるな。岡本レフトは吉野部時代から一番指導良かった。 WBC でも無難にこなしてたし、坂本サードを実現しただけでも結構内容やろ。こんなにスムーズに聖域回避できるとか原は有能やな。秋広の一塁守備ってあの身長がかなり武器になりそうだな。門脇坂本サードどかしたぞ。岡本ファーストどかしたぞ。中田ベンチに追いやったぞ。こいつ何者なん。門脇一人で巨人の内野事情全部解決させたのほんと草。坂本がわがまま言って全員がそれに付き合うのか。ショートがいいって言ってたのを原がサードにしたんやで。空いてるのはファーストだろ。一塁はむしろ岡本中田秋広とパンパンに渋滞しとるやろ。割と打ってた中地も秒速で2軍落とされるくらいやし。ファーストは山川な。言うて三塁坂本も数年できつくなるやろ。さらにファーストに移動して延命しそう。ブリンソンディスってて草丸センターも本当はやめたいんやろな。丸は去年はっきりと言ってる。秋広の方が若いから外野やるべきだろ。坂本が守備負担減ればええけどな。ショートよりも楽だけど、それでもライン側からの送球は負担あるで。原のインタビューは基本でたらめやぞ。ようやく中田を外したら勝てることが分かったか。遅すぎるわ。もしオールスター直後くらいに気づいてたら2位争いしてたぞ。メジャーで内野やれるとは思えんしな。岡本あんだけ動けるのに外野もったいないわ。外野なんて練習すれば誰でもできるだろ。サード転向坂本隼人めっちゃ打ってね。賞賛構想外なんやね。坂本をショートから追い出し、岡本をサードから追い出し、中田をスタメンから追い出す本物の天才ってのは一人でチームを劇的に変えるんだよな。中田翔さん、いらない扱い。秋広はまず打つことやろうてさえすれば使ってもらえる。岡本メジャー行くなら外野やらんといけないしな。はてなはてな、どすこい。実際岡本硬いしレフト秋広ゴミすぎるからわからんでもないわな。坂本来年からサードやってくれないかなと思ってたけど、あっさりシーズン中からやらせるの腹すごいわ。実質これから準日本人打線宣言やん。